ご来場でございまして、誠にありがたいようなわけでございましてね、どうぞ一席お付き合いのほどお願いをいたしておきますけれども、どうも我々の方によく出てくる人間はというと、あんまり利口な人ってのは出てまいりませんでね、ぼーっとした与太郎さんというのが出てまいりました。まあバカにもいろいろありますな。四十八バカ百バカなんてことを言いまして、食い気専門のバカがあるかと思うと色気専門のがありましたり、気の長いのがあるかと思うと短いのがあった、いろいろで、中にこの兄弟のバカなんてのがありまして、あんちゃんあんちゃん、なんだよ、あのね、一年は十三ヶ月だろ。どうして？だってね、一月だろ、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月、お正月。バカ野郎、お盆が抜けてない。なんてんでね、よくわかんなくなったりなんかするという。こういうのが出てくると落語の方の始まりでございまして、ヨタ、こっち来い、こっちへ。おじさんが呼んだら早く来なくちゃいけねえじゃねえか。何したんよ、で。あのね、今ね、あの横丁の隠居のところへ行ってね、いろいろとお話を聞いてきた。ああ、そうか。年寄りの言うことは聞いとくもんだってがな。俺いいこった。うん。で、どんな話聞いてきた？あの、町内に神居所があるだろ。あそこへね、鉄砲を持った泥棒が減ったって話。うん？そんなことがあったのかい？ちっとも知らなかった。おうかい？で、どうしたんだい？でね、あの泥棒が親方に買ってね、鉄砲を突きつけてね、お金出せっつったんだよ。したら親方が嫌だっつったら、泥棒が怒っちゃってね、鉄砲をズドーンってんで撃ったらね、親方のお腹に当たっちゃった。あら、腹にかわい。かわいそうなことしたね、親方。で、どうして親方は死んだのかい？いや、死なねえんだよ。で、また泥棒がお金出せっつったら、親方も強情でね、また嫌だっつったの。したら泥棒がまた怒っちゃって、鉄砲ズドーンってんで撃ったらね、今度は親方の顔の真ん中に当たっちゃった。おうおうおお、ひでえことするじゃねえかな、その泥棒も。で、どうして親方死んだのかい？いや、まだ死なねえんだよ。で、また泥棒が怒って、鉄砲ズドーンってんで撃ったらね、今度は親方の頭かすってったよ。頭をかすった？ああ、そうか、それよかったな。親方助かったんだろう。親方死んじゃった。なんだお前の話や。おかしいじゃねえかい。腹に当たって顔に当たって死なねえもんが、なんで頭をかすっただけで死んじまん？おかしいじゃねえかい。ああ、あたいもおかしいと思って隠居に聞いてみたんだよ。何？よく聞いてみたらおかしいことはねえんだ。入ったのが床屋だけにね、二発で死なねえで三発で死んだ。あ、くだらねえこと言ってやんの。隠居も隠居だ。おめえみてえなもん捕まえて二発で死なねえで三発で死んだもねえもん。おめえまだバカだからそんなに喜んで聞いてたんだろ。感心して聞いちゃったい。なお悪いんだよおめえは。今年でいくつだ？二十七だ。いつまでもブラブラしててもしょうがねえ。おじさんがな、急んだのは他じゃねえんだい。世間で内緒でやってる商売があるんだがな、それをおめえにやらせようと思ってな。あ、おじさんが世間で内緒でやってる商売。あれか。何だそのあれかって。おめえ知ってるのか？知ってねえよ。知らないだろうと思っておじさんはやっているだろうけどもね。ちゃんとあたいは知ってるぞ。変な言い方ないの。本当に知ってんの？知ってんだ。おじさん、あの時々夜遅く、あの大きな荷物背負って帰ってくる時なんかがあんだろ。何だおめえ見てたのか。ああ、そうかそうか。そういうこともあるわな。で、あのおじさんの商売、頭にどの字がつくだろう。ほら、まあ、どの字がつくな。そうだね。人間なんてものは悪いことはできねえもんだ。あ、なんだよ、変な言い方してるな。本当に知ってんのか？知ってるよ。おじさんの商売、泥棒だろ。泥棒。あ、バカだね、こいつは。おじさんの商売、泥棒じゃねえ。道具屋だい。あ、道具屋。道具屋ね。するてと、あの、月見て跳ねるな。なんだそら、道具屋大月さん、似て跳ねる。バカだね、こいつは。しょうがねえな、ほんとに。ああ、たまった、いいよ。じゃ道具屋やらせよってんだよ。どうだ、お前やる気あんのかい？ああ。やってもいいけども、その道具屋ってのは儲かるかい？いや、まあ、贅沢なこと言っちゃいけねえやな、ね。もう、まあ、儲かるってことの商売じゃねえな。まあ、ピンからキリまであるが、おじさんのはゴミをはたくってやつだ。不調でガラクタマをゴミ売ることをはたくなんてがな、なかなか目が引かねていい仕事はできねえんだ。ところでどうだお前、目が引くか？目は引くかよ。ああ、目は引くよ。おじさんの後ろで猫があくびしてんのなんかがよく見えら。バカ野郎。
そうじゃねえんだよ。まあ部屋の違う、ここにあるこの鉄瓶だ。これがおめえに踏めるかてんだよ。え、だからこの鉄瓶がおめえに踏めるかてえの。ああ、そのぐらいあたりだって踏めるよ。うん、えるよね。うん、踏めたら踏んでごらん。踏んでもいいけども、お湯がチンチンたぎってますね。そんなことは構わねえから踏んでごらんよ。踏んづけんとやけどするよ。あ、バカだねこいつは。足で踏むんじゃねえ、目で踏むんだ。目玉でかん、しょうがねえなこれ。わからぬ野郎だろお前。だ、この鉄瓶がおめえにいくらぐらいだかわかるかてんだよ。なんだそれ聞いてんの。そんなにあたいに聞いたってわかるわけないでしょ。あたいに聞いたってわかるわけないというのを知りながら聞くおじさんもあんまり頭が良くない。あ、しょうがねえね。おめえにバカだってばじゃしょうがねえな。おめえの後ろに氷があら、品物出してみてごらん。品物、あ、見た方が早いから。あ、そうかい、氷がね。なるほどね。わあすごいねこれは。いろんなもんが入ってますねこれ。なるほど、ゴミだねこれ。ゴミゴミしてやら、いろんなもんが入ってんね。おひなさまと、あ、おじさん、このおひな様、首が抜ける。抜けるじゃねえんだよ。二階が緩んでるんだ。下へ手当たかって病だしな。五人囃子の一つでな。そんなもん集めてる人にも売れるから。ああ、そうかい、五人囃子の一つね。なるほど。おじさん。おじさん。鼻が欠けてら。そらめ、ネズミがかじったんだよ。あ、ネズミがかい？おじさんの前だけど、あのネズミなんてもな、おひな様の鼻が好きなのかな。いや、そういうわけじゃねえだろうけどもな、国に盗賊、家にネズミの例えだ。何でもかじって困るんだ。ああ、ほんと。ねえ、ネズミがかじって困る。あ、じゃあのおじさんにネズミの取り方を教えてあげましょう。ん？どうしようてんだい？あのね、うちにおろし金があるでしょ、わさびおろし。ええ、あれにね、おまんま粒をね、べっ取り付けてね、ネズミの出そうの壁立てかけておくんだよ。するってえと夜になってネズミがチューチューなんて出てきてね、大人のネズミは低音でチューチューなんて出てきてね、子供のネズミは高い声でチュー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 なんてね、いっぱいネズミが出てきてね、先頭のものがね、あ、今日はお鉢まで行かなくともこんなところにおまんま粒があるぞ、みんな一斉におまんま粒をかじれなんてんでかじるとね、下がおろし金でしょ、かじってるうちにだん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 ネズミが下ろされちゃうんだよ。朝になって見てみるってと、尻尾ばかりがちょろ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 。これおじさん人に言っちゃダメ。言えないよそんなことは。言えねえってんだよ。いいから品物見ろ品物。あ、ダメか。ダメでもともとだよな。言わねえきゃ合ってるかどうかわからねえもんな。いろんなもんがな、こんなところに真っ赤に錆びたノコギリがあるね。あ、おじさんそれ火事場で拾ってきたんだ。そんなもんでも売れたらいくらでもいいから売っちまいな。あら、これ火事場のノコギリですかこれ。元手いらずになってきたね。ああ、いろんなのがあるね。これシルクハット、ああ、なんのこれ、いろんなもんがある。桃引きがあるよ。ああ、それヒョロビリだ。ヒョロビリだよ。なんだいそのヒョロビリってな。それ履いてな、ヒョロッとよろけるってとビリッと破けるからヒョロビリってんだい。あら、面白い仕掛けになってんですねこの桃引き。誰が発明したんですか。二宮金次郎。そんなことはないよね。いろんなもんがあるねこれはな。あ、なんか巻物があら、どんな絵が描いてあるのか見てみようかな。おや、すごいねこの絵は。これはおじさん、この絵はボラがそうめん食ってるとこの絵だ。おめえなんて絵の見方はするんだよ。これ絵はまずいけれども、鯉の滝登りだ。鯉の滝登り。ああ、なるほどね。私はまた大きな魚が上向いてさ、大きな口開いてね、上から細い白いもんがツーッと下がってんから、ボラがそうめん食ってんのかと思っちゃって。おじさんの前だけど、鯉なんてものは滝登るのかね。ああ、昔から威勢のいい魚だ、出世魚なんてことを言ってな、落ちてくる滝をツッ登るなんてことを言うな。ああ、ほんとすごいね。落ちてくる滝登っちゃうんですかおじさん。だけどおじさんの前だけど、滝ってのは大体落ちてきますね。あんまり登ってる滝ってのは見たことないけどね。じゃあ、おじさんに鯉の取り方を教えてあげましょう。ほんやろ、また始まりやったな。どうするんだ。あのね、うちに大きなバケツがあるでしょ。あれね、水をね、いいんだよ、もうそれくたびれんだからやんなくたって。穴にしろいっぱい入れてね、橋の上へ行くんだよ。そしてさ、そのバケツの水を開けながらね、滝だぞー、滝だー、滝だ滝だ滝だ。薬屋の宣伝みたいなことを言うとね、鯉がツーッと滝と騙されて登ってくんでしょ。そこんとこ私が頭を破壊締め、この野郎しょうがねえよおめえは。いいから見せたって女だよ。これから行ってきな。
おじさんの出てるとこわかるか？蔵前に伊勢屋さんって質屋さんがあるな。脇にレンガの塀がある。おめえだってよく知ったら、そこのとこ行ったな。おじさんのとこから来たては店の出し方ぐらい教えてくれら。それにな、これ持ってきな。元帳だ。なんだよ、その元帳ってな。これにな、何はいくら、何はいくら、細かく書いてある。で、まあ、ここに5銭としてあるものがあったら、倍の10銭ぐらいのことはいいな。どうせ向こうじゃ、いいねで買いこねんだ。2、3銭負けろという。2、3銭負けても、そこに2、3銭の儲けが出るってわけだ。儲けはみんなおめえにやろ。そんなにを買ってきても構わねえ。元だけ入れてくれ。じゃ、これ渡しとくから。ああ、そうかい。これが元帳ね。これじゃあ何これ、儲かったらみんな値のものにそういうの、ああ嬉しいなこれな。じゃああのおじさん、ここに5銭としてあるものが1万円に売れたら、何売るやしねえんだよ。でも売れたらさ、5銭だけそっちやっといて、残りのみんな値のものに、ああそういった感情だな。ああそうか、じゃあ値はうんと儲けちゃおうかな。おめえそんなこと思ってやりそこないからな、物には土手物があるんだ、飽きねえてぐらいで飽きずに行ってこい。ははうかい、じゃあおじさん行ってくるよ。どうも驚いたね。おじさんが呼んでるなんてから何か食わしてくれんのかと思ったら、道具屋やれだってやら、なかなか目が引かなくちゃいけねえ、いろんなこと言ってたね。どうもね、あのおじさんはいいんだよ、与太郎あれやれこれやれって言うだけなんだからね。あたいはそうなるってとかって動かなくちゃいけない。この間もあたいが飴屋やって失敗したの知らねえんだよ。あのおじさん弱っちゃったな。どうもな、ここだ、いっぺん店出てやら、この辺に聞いてみようかな。おい道具屋、道具屋いらっしゃい。何差し上げますか？差し上げちゃうの。随分力あるんですね。じゃあその脇にある石差し上げろよ。ご冗談言ってくるんで。なんかお買いになるんで。何も買いやしねえ。あたいも道具屋だ。で、真ん中か？真ん中じゃねえよ。危ねえから端っこ取ってきた。椅子じゃねえ。仲間かって聞いたんだよ。どっから来たんだい？神田三河町の木弁とこから来たんだよ。あたいはおいでよったろうさん。あ、いやな、牛つけんねえ、この野郎は。え？ああ、聞いてた聞いてた。木弁さんのおいこさんでな。ちょっとバカ。ちょいとばかり体の丈夫なのがいるなんてな、聞いてた。私の脇やてんから店だしな。あ、薄べり引いてな、立てかけるもんは立てかけて、金目のものはみんな周り置いてな。本なんぞ前のように出すんじゃねえぞ。読んでそのまま一丁前やつがいいんだからな。はたき持ってきたか。それではたいてな、そのうちには売れるから。ああそうかいね。こんなことしてりゃ売れるの、はたいてれば。あら、なんだ、楽な商売だね。いいねこれね、体動かさなくていいってのはいい商売だね。ああ、あら、前に天ぷらの屋台が出てやらいいな。あのおじさん昼間から屋台で一杯やってや、いいな、天ぷら食いたいな。おじさん儲かったらね、何でも買って食っても構わねえなってこんなこと言ってたからね、儲かったらあそこで天ぷら食おう。あら、あのおじさん大きなの酔ってや。バカだね、あのおじさんは。あれ大きなの、あれ衣だけだってのわからねえのかな。衣は脇の小さいの、こっちのが身が大きい。そら、衣だ、ほら、ほら、落っことした。犬が来て食ってやら、犬なりてえな、どうもな。嫌になっちゃったな、どうも。じゃあ一つ呼び込みでもやっちゃおうかな。道具屋でございます。寄ってらっしゃい、道具屋。あったかい道具屋。出来たての道具屋。湯気の立ってる道具屋。ほかほかの道具屋。出来たての道具屋。おう、変な道具屋出たぞ。からかってみようじゃねえかな。おい道具屋、いらっしゃい。お二階へご案内。え、何言ってんの、おじさん。逃げなんてねえじゃねえかい。じゃあ前の屋根を分かんなさい。カラスじゃねえやい。じゃあそこへおかけなさい。かけるとこないね。じゃあそこへおしゃがみなさい。こんにゃら変な筋やったな。にゃら、のこ見せな。のこだよ。たけのこ？のこ？ふん、かずのこ。引っ張ったくぞ、こんにちは。道具屋やたけのこやかつのこ買いぬバカいるかい。にゃら、のこ？ふん、かめのこ。あ、まだ言ったら。にゃら、のこぎり見せろってんだ。あ、のこぎりですか？おじさんはのこだのこだってからわからないんですよ。これはのこぎりってましてね、ぎり書いちゃいけません。なんだ、変なシャレだね、おめえ。なんだこれ、甘そうだな。甘いですか？サッカー人かなんか入りました？いうことは古いね、おめえ。せめてグラニュー糖ぐらいのこと言ったらどうだい？そうじゃねえの、これよく焼けてねえってんだ。え？だこれよく焼けてないっていうの。よく焼けてない、よく焼けてない。いいえ、そんなことありません。おじさんが火事場で拾ってきたんだからよく焼けてます。あ、火事場な、バカにすでよ、おんちょ。おじさん、あの人はあの駆け出して行っちゃった、行っちゃったじゃねえやな、お前商売下手だね。今な、大工だよ。親方刀流持ち上げてな、こんな赤でも酔いすぎれば結構竹ぐらい切れます。え、相手の懐飛び込むんだよ。え、相手の懐飛び込むの。相手の懐に飛び込む。
飲みみてえだな。相手の向こうずね食らいつくんだよ。でも私は歯が悪い子ならしょうがねえな。今なしょんべんだ。しょんべん、しょんべん、しょんべん、今すばしこい野郎ですな。セミ年ですかね、あいつはね。それにしちゃこの辺濡れてません。何言ってんの。不調で買わずに行くのをしょんべんってんだよ。じゃあ、買っていくのが大変。汚いこと言ってんじゃない。ダメだよ、ちゃんとやんなくちゃ。弱っちゃったな、どうもな。だから嫌なんだよ。わけわかんねえことがいっぱいあるからね。ああ、そうか。じゃあ今度はね、お客さん来たら先にね、しょんべん断っちゃえばいいんだよな。おい、道具屋、いらっしゃい。じゃあ、タコ見せな。え、タコ見せなよ。なんですか？だからタコ見せろよ。え、タコ見せろよ。ん？タコ見せろよ。この野郎、タコ見せろってんだよ。で、ちょっと落ち着いてください。ここは道具屋です。タコ向こうの行ったお魚屋さん。何言ってんの、こんちは。めどうせくせに不調わからないの、こんちは。え、だから桃式見せろってんだよ、桃式は。桃式ですか。もう、タコタコなんて言うからわからん。桃式って歯だから言ってくれる。はい。お、これもなかなかいいじゃねえかな。これはいくらだ。あ、買うんですか。あ、そうだよな。さっきここでしょんべんされちゃったんだからね。ここで断っちゃえばいい。ね、あたいだって頭がいいんだから、いろいろ考えなくちゃいけない。おじさんね、断っときますけどね、そんな桃式しょんべんできませんよ。何よ？しょんべんできねえ？そんなことはねえだろ、おめえ。前なんか空いててなんかできそうだな。いや、前空いててもできないと思いますよ。そんなことはねえな。前空いたらちゃんとできる、できません。あなたがしよったってあたしがさせませんから。あ、しょうがねえな。俺車でお前いちいち上げ下げすんのめんどくせえや。いやいや、またくら。あと、なんだよ、あ、しょんべん違いだ。嫌だな。だから素人嫌だってんだよ。弱っちゃったな、どうもな。おい、道具屋くん、え、いらっしゃいまし。何か珍なものはないか。え、珍なものはないか。珍、珍はありませんけどもね。さっきその屋根猫歩いてました。いや、そうではない。人物はないかと言った。はあ、見物にいらしたんですか。わからん男だな。珍しいものはないかと言った。あ、ここにあるこの、投資銭。これをお見せ。え？だからこの本をお見せ。ああ、この本はあなたには読めません。バカなこと。バカなこと言ってはいけない。私はそのぐらいの本は読む。この投資銭ぐらい私は読む。読めません。読む、読めません。これ表紙ばかりだから。あ、そうか、表紙ばかりでは読めん。じゃあそこにはその担当を見せ。え、担当、担当にも何にもこれしかないの。そうではない。知らざる道けえ刀があるだろう。それ見せ。あ、これですか。これは担当わからねえんだ。はい、何かこれには名はあるのか。え、名はあるのか。名はありませんよ。簡単におじさんがいます。お前の親類を聞いてるのではない。罪名かと聞いた。え、商売物に放てぐらいのもんだな。少しは小綺麗にしとかなくちゃいけない。ほら、錆びついてて抜けないな。抜けませんか。お前までなまるな。別になまってませんもん。いや、手伝いましょうか。そうか、行くぞ。ほら、火の風の糸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 、火の。お前はどうして私が引くときに押すの。それでは取れないでしょ。こういうものはお互いに引き合ってから取れるに。行くぞ、ほら、火の風の糸。おまんまと力では人に負けたことが、うん、あ、これはよほど錆びついていると見えて抜けないな。抜けないかもしれませんよ。どうしてだ。木刀ですから。あ、木刀を障子で抜かせるやつがあるか。でもおじさんが抜く抜くってからね、ひょっとして木刀が抜けたら何が出るのかと思って何も出やしない。何か他に抜けるものはないのか。え、何か他に抜けるもの、他に抜けるもの。ああ、私の頭が抜けてます。立川。